ティムール・ベルメッシュはドイツのジャーナリストで作家、翻訳家。ベルメッシュは1967年ニュルンベルクに生まれた。母親はドイツ人で父親はハンガリー動乱が失敗に終わった後の1956年にニュルンベルクへ逃れてきたハンガリー難民だった。ベルメッシュはアビトゥーア受験後エアランゲンニュルンベルク大学に入学し歴史学、政治学を専攻した。 その後、ミュンヘンのアーベント・ザイトングやケルンのエクスプレスといったゴシップ新聞や様々な雑誌で記者として働いた。2009年には、ゴーストライター業をはじめ、いわゆる犯行現場の掃除人を扱った、ワズ・フォムト・でウブリック・ブライブトなどの本を出版した。2012年、ベルメッシュは、自分の名前で書いた初の作品として、帰ってきたヒトラー・イ r、ER、アル・イスト・ウィーダーだを発表した。 作品は社会風刺的スタイルで1945年に自殺したはずのアドルフ・ヒトラーが2011年のベルリンに蘇り数々のテレビ出演を経て新たな信奉者を得ていくものであるフランクフルトブックフェアで発表された後この本はシュピーゲル氏のベストセラーリストでトップに踊り出て20週間その地位を維持したクリストフ・マリア・ヘルプストの朗読による オーディオブックも好評の売れ行きを記録した。2012年9月以来、帰ってきたヒトラーは1400万部以上の売れ行きを記録し、世界42の言語に翻訳されている。作品はドイツ国内で250万部を売り上げ、2013年12月にはコンスタンティンフィルムとミトスフィルムの共同制作で映画化されることが公表された。 映画は2015年10月8日にドイツで2016年6月17日に日本で公開されている。ありがとうございます。